米川康夫は、大阪府大阪市出身の元プロ野球選手、コーチ、解説者。何は商業から立命館大学を中退し、阪急との入団交渉に臨んだ際、学生服姿にネタを履いて、約束の場所へやってきて、失礼な男だと、球団幹部を激怒させ、話は流れた。筒中セルロイドを経て、1949年7月に、東急フライヤーズへ入団。 同年9月25日の阪急戦で初勝利を挙げ、1年目より1軍で活躍し、沢村英二を彷彿とする投球フォームで人気を博した。2年目の1950年に23勝23敗207、脱三振でパリーグ初の最多脱三振を記録する。一方、シーズン最多失点182、投手シーズン最多失策12のパリーグ記録も樹立。 3年目の1951年も40試合登板で27関東19勝、2年連続となるリーグ、最多投球回数の294回に3を投げた。同年11月13日には、岡山県野球場のコケラ落としとなった、日米野球第4戦に全波の3番手で登板し、とにかくアメリカ3に舐められちゃいかんから、全力でいったと渾身の投球で2回に、 3を投げ3奪三振の力投を見せ、日本の1勝目に貢献。1953年も180奪三振で2度目の最多奪三振を記録し、10月10日の近鉄戦では延長22回関東で264球を投げ、現在もプロ野球最多記録となっている。駒沢の暴れん坊と呼ばれた時代のフライヤーズで中心的投手として活躍。 天皇の愛称で呼ばれ、1953年から1956年まで4年連続2桁勝利を記録したが、その一方で1955年1956年と、沢藤光雄以来の連続リーグ最多敗戦投手も記録した。1954年には35回連続無失点を記録したほか、NPB の1試合最多投球数記録を記録するなど、 無人像のスタミナを武器としていた。1959年に10年選手制度で西鉄ライオンズへ移籍し、ワンポイントリリーフとして活躍が期待されたが、同年限りで現役を引退。学生時代から副業として実業に進出しており、引退後は実業家に転身した。一時期は日本教育テレビ解説者を務めていたが、1975年に、 江藤新一選手兼任監督の昌平で太平洋クラブライオンズ一軍投手コーチに就任。西鉄時代以来の A クラス入りを果たしたが1年で退任。ありがとうございます。